やっぱりキリトだけ残って。なんで？敵が潜んでいるかもしれないじゃない。じゃあここで座るか。そこは見えるからダメ。柱の影に入って。柱？どこにあったっけ？こっち覗いたら分かってるわよね。だーい。その向きのまま右に5歩移動。了解しました。隊長、ここでよろしいでしょうか？よろしい。座りなさい、キリト隊員。はい。女の子はみんなお風呂好きだな。好きっていうか、私の場合は綺麗にしたいだけ。どうして綺麗にしたいんだ？当たり前でしょ。好きな人には自分の綺麗な姿を見せ。なんでお湯をかけるんだよ。誘導尋問するからよ。してないけど。はあ。はいはい。ねえ、あなた無理をしていない？まあ、まあ前回の旅は精神的に応えたかな。ユージオにもカーディナルにもエルドリアにも心配された。人一倍繊細なくせに後先も考えず一人で首を突っ込むからよ。私と出会った時もそうだったじゃない。だな。もっと周りを頼りなさい。話せば楽になることもあるし、手助けにだってなる。みんなだって喜んでそうするだろうし。シノンは？もちろんよ。私もそう。あなたの背中は私が守るわ。それはめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうな、シノン。勢いでこっち向くんじゃない。な、悪い。あんた、そういう鈍感なところが。もういいわ。ほんとごめん。シノンさん、こんな顔絶対に見せられない。待たせたわね。どうぞ。じゃあ今回の報酬をもらってくれ。祭壇に触ればいいのね。湯加減最高。それは良かったな、キリト君。ん？アインクラッド第1層のキリト君の借りた宿でね、私お風呂入ったじゃない。ああ、農家の2階。そう、農家の2階のバスタブのお風呂。あそこでね、私お風呂に浸かった時ね、うんうん、もう死んでもいいって思って。で、死んだら困るぞ。今もね、死んでもいいかもって思ってる。頼むから気をしっかり持て。お待たせしました。ありがとう、キリト君。では行きますか。何の？後ろ向いて座ったり。へえ、他の子にはそうやって気を使うんだね。私の場合はそっぽ向いててくれればいいよ。さっきからずっとそっぽ向いてるじゃん。前にさ、私が湯上がりにタンクトップ1枚でうろうろしてたら普通に見てたけど。目をそらしただろ。見た見たけどすぐそらした。見たんじゃん。もうこんなにからかわれるなら、今度からすぐがお風呂入ったらずっと冷蔵庫の方を向いて座ってやる。豪快な解決法するね。はあ、これはいい湯だな。お兄ちゃん笑ってる？思い出したんだ、雷で家が停電してお風呂中だったお前から脱衣所に立っててって言われた時のこと。あれは忘れてって言ったでしょ。あの時もこんな感じだったな。あの時なんて言ったっけ。ねえお兄ちゃん、怖いからドア越しに手をつないでだっけ。いやー、もう
をかけるなって、びしょ濡れじゃないか。開けないでくださいね。うん、絶対に、絶対にですよ。そんなに言うなら目隠しすればよかったのに。だって急に意識しちゃって。なあ、お湯がどんどん流れちゃうぞ、早くしないと。そうですね、浴びないと恥ずかしいですけど。目を閉じているから大丈夫だって。お湯の温度すごくいいですね、和みます。そう、よかったな。頭を洗う前に背中も流して。あっ、ごめんなさい、つるんで滑っちゃいました。キリトさん、なぜそっぽを向いているんですか？目は閉じているのに無駄ですよね。別に。顔が赤いですけど。お湯でのぼせたかも。もしかしてさっき一瞬目を開けました？開けてない。なんていい湯なの。地下迷宮にいるの忘れるわ。よかったな。家にいるみたい、安心する。さあ。ねえキリト、あんたあんなことをアスナにもしてるの？あんなこと？さっきしたでしょ、お姫様抱っこ。アスナにしたっけ？ああ、していないような。じゃあ私が初めてってことよね。そうかもな。あんたの無自覚もたまにはいいわね。ん？だんだん声が近づいているような。あ、気のせいよ。私があんたに近づくわけないでしょ。あんたが私に近づいてきたのよ。無理だろ。